皆さんこんにちは、こんばんは、カフェモカです。今回はディズニーに行く時の冬の持ち物紹介をしていきたいと思います。ではスタート。ではいつもこちらのアリエルのリュックを持って行っています。こちらはポケットがたくさんあって大きくて、でこっちにはペットボトルも入れられるのでよく持って行っています。たまにこちらのシェリーメイちゃんのリュックとかも持っていきます。こちらは中もドットでポケットもあるので、すごい後ろ姿とか写真撮るときに漏れるので使っています。こちらはバービーの IC カードケースになります。電車で行くときに使うので後ろにスイカを入れて使っています。こちらはいつも使っていますね。こちらの日焼け止めです。こちらはシーブリーズのもので SPF50 なのに匂いがとてもいいので気に入っています。こちらのミラーレスカメラになります。でこちらはすっごい綺麗に写真が撮れるのと、 Wi-Fi ですぐに iPhone に転送できるので持っていきます。でこのストラップはアリエルです。で次にこちらの iPhone の持ち運び用充電器になります。こちらは 1.5 回分充電できるので持っていっています。でこちらをつけて使います。こちらは光るコードでスピンズで購入しました。ちなみにこんな感じで光ります。なんかリュックの中から出ていたりしたらとっても可愛いので持っています。で次にこちらのオラフのペツになります。こちらはちょっとお腹空いた時とか友達に配ったりする時に持っていきます。こちらのシェリーメイちゃんのハンカチとティッシュになります。ティッシュとかハンカチはディズニーでは食べ歩きとかが多いので、その時によく使えるので持って行っています。次にこちらのシェリーメイちゃんのポーチを持っていきます。こちらは中にファストパスとかパークチケットとか、あとお財布を持っていかないのでここにお金とかを入れて首からぶら下げて使っています。こちらはリュックの中からお財布とか取り出さなくていいので持っていくと便利です。こちらのサングラスになります。サングラスは日差しが強い時以外にも写真を撮ったりする時に漏れるので持っていきます。でこれはバービーのものになります。はい。で次にこちらのセルカレンズになります。ディズニーではセルカ棒が使えないのでセルカレンズを持って行って自撮りをしています。はい。で次にこちらのポーチには 3DS が入っています。待ち時間とか暇な時に遊んでいます。で次にこちらのアリエルのポップコーンケースになります。リュックもアリエルなんですけど、私はアリエルが好きなのでアリエルが持ち物に多いです。はい。冬はショーとかパレードとか待っている時に寒いので、こちらの小さめのブランケットを持って行っています。こちらは何年か前にアースマジックのノベルティでいただいたものです。で次にこちらのチェキになります。チェキはなんか待ち時間とかの時に友達と撮って遊んだりできるし、おしゃれに可愛く撮れるので持っていきます。で次にこちらのシェリーメイちゃんの手袋になります。こちらはすっごい暖かくておすすめです。はい。で次にこちらのメンソレータムのリップクリームと、あとカイリジュメのリップクリーム、温度で色が変わるんですよ。こういう風になっていてとっても可愛いです。お花が入っていて、こちらのエチュードハウスのになります。こちらは発色が良くてなんか写真映えするのでよく使っています。こちらはあまり使わないんですけど、お土産とか入れるときになんか一応予備で持っていきます。こちらのレジャーシートになります。レジャーシートはパレードとかショーとか待っているときに使うので持っていきます。こちらは穴焼きで可愛いんですけど、セリアで108円で購入しました。とっても安いと思います。であとカチューシャですね。私は気分によってカチューシャとかを変えたりするんですけど、最近行った時はシェリーメイちゃんのカチューシャにしました。はい。
紹介でした。ぜひ参考にしてみてください。次の動画も見てください。バイバーイ。